にちは、ホテル暮らし YouTuber の静香です。今日はアドレスホッパーにめちゃくちゃおすすめのアイテムを紹介したいと思います。はい、早速なんですけど、それは何かというと、じゃーん、こちらです。ユニクロのウルトラライトダウンです。はい、もうね、こんなサイズでめちゃくちゃコンパクトなんですけど、この中にはなんとダウンが入っています。イエーイ。はい、こんな感じです。見えますか？はい、なんか沖縄なんでアウター全然いらないんですけど、たまにね、風が強い日とか、ちょっと肌寒い日もさすがに12月なのであるんですけど、そういった時に、最近ではこれを着ています。はい、もう本当にこんなになんか薄くて軽くて、本当になんかあったかいのって感じなんですけど、本当にこれを着て自転車ちょっと漕いでるだけで本当に熱くなっちゃうぐらい、本当に保温性があって、めちゃくちゃこれは優れものです。私はこれノーカラータイプのやつを去年買ったんですけど、なんか今年いろんなまた新しいデザインが出てるので、よかったら見てみてください。なんかね、さりげなくここにこうちゃんとポケットがついてたりとか、あと内側にもね、こんな感じで、これ内側なんですけど、こんな感じで内ポケットがついてるので、めちゃくちゃ本当に機能性もあります。でなんかね、これを私は結構袋なくなっちゃうんで、こういうのを内ポケットにこう入れて着てるんですけど、本当にね、しまうのもめちゃくちゃ簡単なんですよ。なんかこんなちっちゃい袋に入るのかっていうぐらいなんですけど、めちゃくちゃ簡単で本当におすすめです。なんかこう沖縄にいる時はダウンいらないけど、なんか私たまに東京とか、県外にちょっと遊びに行くことも多いので、そういった時に、やっぱりこういうコンパクトなダウンが1枚あるとめちゃくちゃ、便利だなっていう風に思いました。あと機内がちょっと飛行機の中とかも寒かったりするので、海外旅行行ったりとか、今は行けないですけど、その日本は寒いけど南国に行くっていう時とかに、ウルトラライトダウンを着て、で現地に着いたらしまうっていうのもこう使えるんで、めちゃくちゃおすすめです。今ね、ちょっと頑張ってっていうか、はい、しまっています。なんか私これシワにならないようにちょっと畳むポイントを見つけて、はい、こんな感じしまうのに便利な畳むポイントは、まず内側に折ります。はい、でこんな感じで半分に折ったら、ちょっとね、この下の部分をもう半分折ります。でこれをこういう感じで半分に折って、でもう半分に折って、で袖はちょっとブラブラしてる状態で、袖をこの胴体の部分にくるくるくるって巻きます。はい、こんな感じ、こうやってくるくるくるって巻きます。はい、じゃん。頑張る詐欺、頑張る詐欺、頑張る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 詐欺、
ポ。はい、でこの状態でその袋に入れます。そうするとね、割とあのシワが少なくコンパクトに収納することができます。完了。ちょっとポーと比較してみましょうか。どんくらい小さいか。はい、こんな感じです。ポーと比較してもすごく本当にコンパクトな感じです。はい伝わるかな。はい、こんな感じです。なので本当にこのサイズなんで一人一個ウルトラライトダウンはおすすめです。はい、そんな感じで今日はアドレスホッパーにおすすめのグッズでした。グッズ紹介でした。はい、今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。ポイポーイ。